さあ双方向きを変えまして、これより第2クォーターに入ります。クラブアイランズ自陣25ヤードからのファーストダウンテ、まだ行きます。ナイスダウン、ファーストダウン。クラブアイランズ、まずここでオプションプレーを選択しました。ここでの選択はクォーターバック5番自らのキープを判断しました。中央切り上がりまして、タックルでしたが、そこから粘りましてセカンドエフォードで攻撃権更新獲得となっております。クラブアイランズファーストダウン。素晴らしいタフなダウンを見せたのはクォーターバック5番の小原でした。京都大学出身。さあこの結果、自陣39ヤードからクラブアイランズファーストダウンテ。パス不成功。クォーターバック番下がりまして、左から切り上がった85番にパスを投じましたが、プレッシャーからかこのパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。先ほどクラブアイランズもディフェンス、トライサーズもディフェンス側で仕掛け始めておりますので、この点も注目といったところでしょうか。クラブアイランズセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック5番、右に展開していた10番にフィッチパス、短いパスをキャッチアンドラン図らせんというところ、しかしこれもトライさず素晴らしいタックルをしましてプレッシャーかけ、ゲインを2ヤードから3ヤード程度にとどめております。タフなキャッチをいたしましたのはクラブアイランズ10番の北川でした。関西学院高等部出身です。クラブアイランズサーダウン7。パス不成功、しかしイエローフラグ、反則が発生しています。さあ果たしてどっちのチームの反則でしょうか。先ほどの反則、フラッグは無効という形になりました。反則がなく正規なプレーとして扱われます。従いましてパス不成功という判定になりましたのでフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン7、パントフォーメーションを取ります。トライサーズ、これをリターン入りまして、リターンは34番、自陣35ヤード付近を確保し、この位置からトライサーズの攻撃という形に変わります。攻撃権は変わりましてテイクオーバー、トライサーズに攻撃権移ります。さあ攻撃権取り返したトライサーズ、自陣34ヤードからの攻撃、ファーストダウンテ。これはクラブアイランズナイスディフェンス。トライサーズランプレーを展開しようと、まずハイフォーメーションからテイクバックにボールを託しました。しかしそこを見計らいまして、クラブアイランズ91番がソロタックル決め、このランプレーを阻止しセカンドダウンに変えます。見事な対応をしたのは91番の大山でした。報告高校出身です。トライサーズセカンドイレブン。
ズナイスディフェンス。ここでトライスターズはクォーターバックがランアクションを踏みまして右オープンを自らの総力で突破を図らんというところ、そのオープンに出たところでアイランズ9番が猛追しましてロスタックルを割っております。ニアがロスに変えました。素晴らしい対応をしたのはクラブアイランズ9番の砂川、手塚山大学出身のプレイヤーです。トライスターズサードダウン13、パス不成功。ここで左に展開していた11番にパスを投じましたがディフェンスのカバーありパスがキャッチできず不成功。パス不成功でフォースダウンに変わります。トライスターズフォースダウン13、パントフォーメーションを取ります。パントは陣地挽回となりますキックのプレーです。これにより陣地挽回を図りますがしかし攻撃放棄を意味します。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。ボールを持ってオフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード下がりフォースダウンやり直しです。従いまして5ヤード下がりトライスターズパントフォーメーションを選択しています。このパントは最大に蹴り出すような形でクラブアイランド陣35ヤード付近で外へ出ましたのでここで攻守交代となります。攻撃権は変わりましてテイクオーバー、クラブアイランドに攻撃権移ります。攻守変わりましてクラブアイランズの攻撃に入ります。ボールオン自陣35ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。これはトライスターズナイスディフェンス。まずアイランズランプレーから入らんとランニングバック42番にボールを手渡しました。ハンドオフしまして中央突破を図らんというところ、しかしここでトライスターズディフェンスに殺到し1番が見事を務めましてこのランをノーゲインにしております。見事なタックルをしましたのはトライスターズ1番の滝本でした。神戸大学出身。アイランズセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック1プレイアクションから右にロールアウトし内側切れから切れ込んできた1番にパスを投じましたがこのパスはキャッチできず不成功に終わっております。サードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン10。ナイスパスカット。
ここでクォーターバック1ドロップバック下がりまして中央切り込んでいく、中央から縦切り込んでいくレシーバーにパスを投じましたが、このパスをトライスターズ1番がパスカットしまして、パス成功に変えております。ナイスパスカット。見事なディフェンスを披露したのは1番滝本でした。神戸大学出身。クラブアイランズフォースダウンテンパントフォーメーションを取ります。このパントはハーフウェイを越えたところでサイドライン割りまして、トライスターズ陣48ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、トライスターズに攻撃権移ります。トライスターズ自陣48ヤードからファーストダウンテン、まず中央へのランプレーを展開しようとしました。何枠41番にハンドをしまして密集点突入を図らんというところ、しかしクラブアイランズのディフェンス陣もこれに押し返さんとする圧力をかけましてノーゲインとしています。見事その対応しましたのはクラブアイランズ44番の堀田でした。京都大学出身のチームのバイスキャプテンです。トライスターズセカンドダウンテン、パス不成功。ここでクォーターバック15番、左に展開していたワイドレシーバー11番にパスを投じようとしましたが、プレッシャーからパスを投げ切ることできずパス不成功となっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。トライスターズサードダウンテン、パス不成功。ここでクォーターバック15番プレイアクションしまして、左に流れてワイドレシーバー11番にパスを投じましたが、これをクラブアイランズ見事にパスカットしましてパス不成功としフォースダウンに変えます。トライスターズフォースダウンテンパントフォーメーションを取ります。このパントはクラブアイランズ陣15ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバーが変わりましてクラブアイランズに変わります。さあ攻守変わりましてクラブアイランズ自陣16ヤードからのファーストダウンテン、さあまず中央へのランプレーを投入します。ランニング枠42番にハンドオフしまして右オフタックル付近突破を図りましたが、ここはしかしアイランズを踏みとどめましてゲインは2ヤード程度にとどめております。
キャリアは42番の山崎です。中央高校出身のバイスキャプテンです。クラブアイランズセカンドダウン8、パス成功、ファーストクォーターバック5番、左側に固めたレシーバーのうち85番にパス、これを取りました85番、そこからサイドラインに駆け上がりまして見事攻撃権更新果たしております。クラブアイランズファースタン、パス成功、投じましたのはクォーターバック5番の小原、京都大学出身、取りましたのは85番の寺崎、大阪体育大学出身です。さあここでドロープレーを挟みました。パス見せかけたランプレーで中央キリサカンとキャリア42番にハンドオフしました。しかしこれはトライスターズもカバーしておりましてノーゲイン、獲得距離なくセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10、パス不成功、クォーターバック5番ポケットにとどまりましてターゲットを探し81番に投じましたがわずかにオーバースロー、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。しかし同時にディフェンスが届かない位置にパスを通している感もある、非常に精度が高いパスを感じます。クラブアイランズサードウンテ、パス成功、クォーターバック1ここで左に展開していた81番にパスを通しましたが、しかしここですかさずトライサーズがヒットしまして、このプレーを阻止する形でフォースダウンに変えております。パス成功、ここで2ミリツウォーニングに入ります。今季より国内アメリカンフットボールが準拠しております米国カレッジルール NCAA ルールに10代はプロにしかありませんでした前後半の残り時間2分でのレフェリータイムアウト2ミリツウォーニングが採用となっております。国内のフットボールもそれに準拠しまして今季より2ミリツウォーニング導入となりました。アメリカンフットボールは先ほどご紹介した点取り合戦ではありますが、同時に時間内に得点を挙げることが求められる競技でもあります。その時間が差し迫る残り時間2分の攻防戦、これからは時間をいかに使うかを駆使するその頭脳戦も加わった駆け引きになります。この点注目いただきながらここから2分間ぜひご注目ください。ツーミッツオーニングを解けまして試合再開となります。クラブアイランズフォースダウン3、フォーメーションを組みます。フォースダウンギャンブルに入ります。3ヤード突破、このワンプレーにかけますが果たしてなるでしょうか。さあクォーターバックに使われた攻撃権更新、ファースター、ここでアイランズクォーターバック自ら行きました。モーションを加えましてさらにパワープレーに行くような形で QB 自らさあクォーターバック自ら更新になっております。攻撃権更新、ファースター、ファースター、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。素晴らしいランによって攻撃権更新なしました。クラブアイランズクォーターバック5番は小原でした。京都大学出身、
試合再開、クラブアイランズファーストダウンテン。さあここでダブルリバースを展開しました。モーションした選手にジェットモーションスイープをし、その後にさらに逆から走ってきた9番にハンドをしてリバースをかけ直す形で左方向を展開するプレーですが、しかしこの大技に対してトライサーズ対応、ハワイアロスタックルというところ、しかし10番パフォーマンスをしまして5ヤードゲインに変えております。さあセカンドダウン5、ここでどのようなプレーを駆使するでしょう。パス不成功、ここでロングパスを投じました。中央のラングのプレーアクションから奥に走り込んだレシーバーにロングパスを投じまして、一気にタッチダウン狙わんというところ、しかしこれは通らず、パス不成功でサードダウンに変わります。クラブアイランズサーダウン5、ボールオンは自陣45ヤード、ここでホイッスル。ここでクラブアイランズが前半1回目のタイムアウトを投入しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ここでクラブアイランズは作戦タイムを入れました。大変面白い攻防戦になっております。本日の第3試合目の展開です。現在得点は6対3、その差は最小失点に近い形の3点差となっております。さあ残り時間56秒でクラブアイランズ、この時間を生かし攻撃を得点に結びつけることができるでしょうか。試合再開となります。クラブアイランズサーダウン5、成功、ファースター。クラブアイランズここでパスプレーによってこの距離を突破しまして、攻撃権を1回目ファーストダウンに戻しております。見事このパスをキャッチしましたのはワイドレシーバー85番の寺崎、大阪体育大学出身です。パス、さあ相手陣48ヤードからクラブアイランズファーストダウンテン。パス不成功、パス不成功の判定です。ここで左に展開していた87番にパスを投じましたが、わずかにパスがショートし不成功となっております。しかしパス失敗によりまして時計止まりまして、前半残り時間は29秒で時計は止まっております。前パスは、失敗しますと時計止まります。またボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回りますが、外へ出た場合は時計が止まります。この時計の進め方も非常に重要な要素になります。クラブアイランズセカンドダウンテン。パス不成功です。クォーターバック5番プレイアクションから、しかしブリッツ来る中それをかわしつつ奥に走り込んだ10番にロングパスを投じました。あわや通らんかというすごいパスでしたが、しかしこれはトライサーズ見事にカバーしパス不成功に変えております。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン10、ボールオン相手陣48ヤード、試合時間前半残り19秒。さあ3人固めた選手のうち10番にパスを通しまして、左オープンに展開させ
約2ヤードから3ヤードのゲインに変えております。外で出ましたのでここで一旦時計は止まりまして、前半残り時間は13秒となっております。キャッチしましたのは10番の北川でした。関西学院高等部出身です。さあフォースダウンセブンの状況ですが、プレーをします。さあ狙うはタッチダウン、攻撃権更新かタッチダウンか。スクランブル決まりまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースター、クォーターバック狙うはタッチダウンかロングパスといった構えでしたが、このカバーが厳しいと判断しまして緊急発進のランプレーに変えました。これによりまして攻撃権更新になっております。またその際に外へ出ましたのでここで時計も止まり、残り時間前半5秒の状況で、ファーストダウン獲得となっております。ここで、トライ、クラブアイランズ後半2回目のタイムアウトを取りました。失礼しました。前半2回目のタイムアウトです。失礼いたしました。さあ前半残り時間5秒の状況、クラブアイランズファーストダウン10ですが、このワンプレーでタッチダウンを狙うかと思います。ボールオンは相手陣37ヤード。さあなるでしょうか。なんとこのプレータッチダウンになりました。プレッシャー浴びながらクォーターバックワンエンドゾーンへのパス、ショーパスを前の見事にキャッチしましてタッチダウンとなっています。これによりましてクラブアイランズ6点追加となりまして総得点12点となっております。まさにこれぞヘイルメリパス、見事決まりました。そしてトライ4ポイントに入ります。残り時間は0秒となっておりますが、トライ4ポイントでは時間の進捗はありません。したがってプレーとしては実施することが可能です。このキック決まりまして1点追加、クラブアイランズ13点、トライスターズ3点となっております。ここで前半戦終了となります。前半終了となりましてトライスターズ3点、クラブアイランズ13点、クラブアイランズが10点リードする形で前半戦終了となりました。面白い試合展開となっております。最終盤でクラブアイランズが、ロングパス、ヘルメリパスを決めましてタッチダウンを重ね、2つのタッチダウンを奪う形で13点、トライスターズがフィールドゴールをで、3点返しているという非常に面白い展開でこの試合の前半戦推移しております。メッセージありますが、先ほど、西見さんはですね、スクリーメージラインを超えていたんじゃないですかというメッセージがありましたけれども、審判団は少なくともその状況を確認せず正当なプレーとして判断いたしました。この点に関しての抗議はチームにありません。したがって正規のプレーとして先ほどは認められます。さあこの10点差を跳ね返す策がトライスターズ、このハーフタイムで講じることができるでしょうか。